はい、こんにちは。パーカッション高見です。0から始めるパーカッションティンバレス編。この動画のシリーズでは、このティンバレスという楽器について1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回、前々回でこのティンバレスの基礎知識とティンバレススティックの持ち方について解説しました。まだご覧になっていない方は概要欄からぜひご覧になってください。今回はですね、このティンバレスのパイラについて解説していきます。Yahoo! 知恵袋で,ですね。パイラって何ですかって質問があったぐらい。 ま知らない方にとってはこのパイラって謎の楽器なんですけどもパイラっていうのはもうティンバレスの胴のことですねこの胴体を叩いてリズムを刻んだりするわけなんですけどもこのパイラについて今回はかなり詳しく解説していきますのでぜひ最後までご覧くださいはいこのパイラ前回やった横の素振りができれば全然難しくありません横の素振りをシュッシュッシュッと振ったままですねこのスティックが楽器に当たるようにだんだん近づけていってみてください でこのティンバレスの側面に当たるようにしてはいカンカンカンと音が鳴ればこれで OK ですでこうカン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 となればいいんですけれども鳴らない場合ですねあれなんねじゃねえかという場合ねおそらくこのチューニングするためのラグボルト金属パーツに スティックが当たってしまっている可能性があります。あるいは変な出っ張りの部分に当たっちゃってね。こう。叩き損じてしまっているっていう可能性があります。そうなんです。この側面を叩くと言っても、特にこの丸みのある部分にスティックがちゃんと当たらないと。これカンカンカンって音出ないんですね。で、このスティックが当たるパイラの位置ですけれども、基本的にはですね。楽にこう横滑りをしている。 この素振りをしている感覚でもうそのまま当たる場所。僕だったらこのあたりになるんですけれども、この場所が理想的です。つまり変にこう脇を締めたり開いたりせずに楽に緩く振った状態で当たるポジションが理想的っていうことですね。ただこれ楽器によってはですね、このチューニングラグ、このラグが下まで伸びていて、例えばね、 この部分が叩けないっていう楽器もあります。その場合はこのラグの部分をですね避けて叩くパイラに当てる必要があります。でラグが下まで伸びてるよっていう方はねこの手前側ラグに対して自分側手前側のこの丸みのあるところか奥ですねこのラグに対して1個奥。 まあ自分に対して真横になると思うんですけども真横に当てる必要がありますこの二つを叩き比べてみてどちらか叩きやすい方を選んで叩いてくださいどっちでも大丈夫です体格がいい方とかね腕が長い方はこの横側無理なく叩けるかなと思うんですけども体格小柄な方はねこう横側叩くの結構厳しいっていうかこう無理な姿勢になっちゃうんじゃないかなと思いますのでその場合はこの手前側で 大丈夫です。叩きやすさ優先で選んでください。でこう楽に素振りしている感覚のまま、このパイラが叩けるように、この楽器と自分との距離を調整したり、楽器の高さや楽器の傾きを調整してみてください。ちなみに僕の場合はですね、この2つの太鼓と自分が立っている位置、座っている位置がだいたい正三角形になるような距離感で、この楽器、少し自分側に傾けています。で楽にこう、ふっと。 腕を下ろして素振りする感覚で叩くと大体いいこのラグの下あたりにスティックが当たる位置関係になっていますある程度ティンバレスが叩けるようになって中級者上級者になりますとこのパイラのね叩く場所をいろいろ変えて叩く場所を変えるだけでも結構音色が 変わりますのでこの音色の違いを使い分けるといったこともやるんですけれども初級者の方はですねまだそこまではやらなくて大丈夫なのでまずは1箇所1箇所自分が叩きやすいポジションを決めて毎回その自分が決めたポジションに確実に当てられるように練習しましょうはいではこのパイラを当てるポジションが決まったら今度はこのスティックですスティックを当てる位置をいろいろ動かして 音色にどういった違いがあるのかっていうのを確認してみましょうまずはこの先端部分で当ててみてだんだんこれをスティックの根元の方で当ててみるこうようにしてこのスティックのいろいろな場所で叩いてどういう風な音色が出るのかっていうのを確認してみてください はい、いかか。がでしょうかどうやらですねこのスティックの先端部分で叩くと高い音がするらしいぞと。で根元の部分で当てると低い音がするらしいぞと。気づいた方、正解ですはいスティックは先端部分で当てれば高い音がしますしだんだんこれを根元の方にしていけば低い音がすると。これどっかで聞いた話ですよね。 僕がよく言ってるこのハンドパーカッション。自分の手を叩いて、指先が当たれば高い音がする。手のひらの方、根元の方が当たれば低い音がする。これと全く同じでございます。先端が当たれば高いし、根元が当たれば低い音がすると。この当てる位置を調整して、音の高さっていうのを調整します。でこのように、 いろんな音色が引き出せるっていうことは、それすなわち音楽の表現の幅は広いと。楽器のポテンシャルは高いっていうことなんですけれども、これが逆に初心者の方にとっては難しさになってしまいます。どういうことかというと、例えばね、自分が毎回狙った音程の音。この音だったらこの音。これが確実に狙って出せるようにならなくてはいけないっていうことです。これをいい加減にやってしまうと、 毎回叩くたびに違うう音がしてしてまうとでリズムなんかになった時はですねまあなんかいろんな音がしてわっちゃわっちゃしてしまうと簡単に言うと下手くそに聞こえるんですねなのでこれを狙った音でたた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 って出せるようにならなくてはいけませんただこれがね最初はすごく難しいので今回はですねまずはここに当てようっていう 基準のポジション、スティックの基準のポジションっていうのを僕が決めようと思いますのでこれで練習してみてくださいはい、ではスティックの基準のポジションを決めていきますまずはスティックをフラフラフラと楽に素振りしてくださいでこの素振りが楽にできるポジションで持っていただいてこの持っている指の端、ここからスティックの先端、こここの長さを3等分します 先端から3分の1のポジションです。もう一回言いますね。この指の端、持っている指の端から先端部分の長さを3等分して、先端から3分の1です。はい、シールを貼りました。僕の場合はここですね。で3分の1といっても、まあ大体で大丈夫です。厳密に何センチとか測らなくても大丈夫なので、まあ、目分量で、大体3分の1この辺かなで大丈夫ですで。こういうふうにマーキングして、これを基準のポジションにします。 でこの基準のポジションでパイラを叩くと。はい。で、このマークが、毎回このパイラに当たるように練習すればいいっていう話なんですね。めちゃくちゃわかりやすいと。で、初心者の方はね、ぜひこれバカにしないで、あの自分のスティックであれば、こういうふうにマーキングをしてみてください。こうマジックでね、こういうふうに書くのがいいかなと思います。テープを貼ってもいいんですけども、テープだとね、ちょっと重さが、このスティックの重さが変わってしまうので、まあ、マジックでかけるのであれば、 マジックでこういうふうにに叩く場所を見える化する、視覚化するっていうのは、この練習時間をね、大幅に短縮することができるので、めちゃくちゃおすすめです。はい、パイラーを叩くポジションと、スティックを当てるポジションが決まりましたので、あとは、う叩けばいいというだけになります。で、ここまでできた人はですね、ここから、この同じポジションを叩くでも、実はね、3種類の音色があります。 この3種類の叩き分けっていうのをやっていきましょう。はい、ちょっとやってみますね。まず1種類目。2種類目。3種類目。この3種類になります。はい。僕のレッスンではこれをオープン、クローズ、ミュート。と呼びます。オープン、クローズ、ミュートの3種類です。音色の違いとしては、まずオープン。 オープンが一番自然で明るいパイラの音になります。次にクローズ。オープンよりもちょっと音程が下がってまとまった音。クックックっていう音ですね。で、最後にミュートです。これはさらに音がまとまってアタックがはっきりと出た感じの音になります。オープン、クローズ、ミュートです。 これを使い分けることによって、さまざ、あ、まなリズムパターンだったり、楽曲に合わせた表現というのができるようになります。はい、まずはオープンです。オープンが今まで通りの叩き方になります。すなわち、前回やったこの横素振りですね。手をゆるゆるの状態にして、楽に素振りする。この感覚のままはパイラに当てれば、はい、これがオープンです。当たった後は自然に跳ね返って、 踊ってくれれば自然にですね明るいこのオープンンサウンドが得られます。両手を素振りしてこのままパイラに近づけてこう両手で毎回同じ音が出せるように練習してみましょうはい続いてクローズですここで初めてこのスティックを軽く握ります今までオープンの時はもうゆるゆるの状態ですよね ゆるゆるでこの指と手のひらの間にスペースがあって、まあ、もう一本スティックが入るくらいゆるゆるだったわけなんですけれども、クローズの時に初めてこの指を軽くこう包み込むように閉じてスティックをホールドします。で、この時にもう二本目が入る余裕はありません。一本分ですね。はい。で、この状態にして叩くと。はい。これがクローズです。オープン。 に比べて音程が低くちょっとおとなしい感じというか落ち着いた感じの音色になっているのがわかるでしょうかはいクローズが鳴らせるようになって明確にオープンとクローズ この差が出せるようになりましたら今度はこの音色のチェンジをタイミングに合わせてやってみましょう練習の例としては例えばオープンを4発やった後にクローズを4発4発4発でどんどん音色をチェンジさせていくっていう方法ですちょっとやってみますねオープンクローズオープンクローズオープン クローズオープンクローズはいではここからが今日のハイライトミュートですミュートはクローズの手の状態スティックを指で包み込んだ状態から人差し指をサッと出しますここでついに人差し指が登場しますでこの人差し指を出したことによってこのスティックをパイラのダメにピタッとつけることができます 軽くプッシュ、軽くプッシュ、軽く圧をかけて、ピタッと、ピタッとくっつける。これがミュートです。はい、ミュートの時も全力で、えい、ー、とやる必要ありませんので、もう楽にね、最小限の力で、ピタッとくっつければ OK です。で、両手で、ピタッ、ピタッ、ピタッと。毎回くっつけられるように練習しましょう。 ああミュートが叩けるようになったら、今度はクローズとミュートの叩き分けっていうのをやってみてください。こんな感じです。クローズミュート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  はい、ここまでできたら今度はオープンクローズミュートと順番に音色のチェンジをしていきます4発ずつやってみましょうせーのオープンクローズミュートオープンクローズミュートオープンクローズ ミュートそしたら左右同時にやっていたのを今度は右左交互にやってみましょうこれは難しいですよせーのオープンクロースミュートオープンクロースミュートオープンクロースス ミミュューーーートトオプンクロズはい、はい、というわけで今回はティンバレスのパイラの叩き方でした3種類の音色オーーープンクローズミュートこれらを叩き分けられるように練習してみてくださいじっくりじっくりで構いませんのでこの動画を何回も見返してまずはオープンからオープン オープンが確実にできるようになったら次がクローズ。クローズができるようになったらミュート。というふうに段階的にレベルアップしていただくといいかなと思います。で、次回はですね、このパイラを使ったリズムパターンの叩き方をやっていきますので、次回の動画までにこの音色の叩き分けっていうのを、えー、できるようにトライしてみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので、引き続きをチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。